4月16日土曜日午後7時10分の日本海は、かすかなオンショアの正面から吹いています。海には乗れるかもしれないうねりがミドル付近からブレークしてますね。こちらもそよ風程度のオンショアが正面から吹いていています。海にはいい感じのうねりの筋が見えますね。伸びて伸びてインサイドからショアブレイク。気温は26度ぐらいです。風はかすかな温床は、海には良質なうねりがミドル付近からブレイクしますが、セット間隔はとても長い感じですね。夕日がとても綺麗です。明日どうですかね。お、またセット入ってきたかな。